はい、どうも、まえたんです。後日改めての収録です。ロード。しかし、隙を作るものってなんだ？隙を作るものって？隙を作るものってなんだ？隙を作るものって？隙を作るものってなんだ？なんかこの絵でなんかならんか？隙を作るものってなんだ？この絵でなんかならんか？あ、またこのパターンだ。なんかこれになんか関係あんのか？首痛くないの？首下がっていってるし。めっちゃ首伸びとるし、よかった、もうぶたれない。はあ？あれ、どこまで下がるのかな。母親が嫌いだった、腹痛めて産んだのに死んでしまえと思っていた。子供を虐待するようなやつは死んで当然だ。まあ虐待はいけまへんわな。なんか過去の謎解きに使ったやつをやっていくと、なんかあのうにょーんとしたのが起こるのかな。となると次はここだな。おお、ずっと待って、なんだこれは、自分の過去が？ドラマの再放送。まあ雨降ってたらしゃあないな。うん、別にええやん、今度の週末でも特に理由はないのね。それはダメだ。しばらく待っても来んかったら普通は諦めるでしょ。いや腹は立つけどな、諦めませんわな。来週は必ず行くよ。今週の理由もない。なぜ謝らないのだろう。約束を守らない奴は死んだ方がいい。なんとなく見えてきたぞ。なんかそれで隙のつくもんを、あの謎解きをたどれば見つかるかもしれない。となると次は確か使ったところは、あ、こっちじゃねえや、ここだな。おめえいらねえ、おめえいてえめえやった。だからここだ、多分予想通り。お人形さん、あの人形買ってよ。ダメだ、あの、どうもありがとうミスターロボット。かわいい人形はもうない。欲しかった人形もロボットも持ってなかった。おう、なんだよ、せっかく思い出に浸ってる時によ、思い出に浸ってる時によ、出てくんなし。ということは今度はここだ、おそらく。この背景にもこの将来の夢のこれあるしな。プリントカーワールド、ここにお前らの夢をかけ。サッカー選手、アクター、アクトレス、大統領。まあ会社に勤めて飲み会なら大統領になれるわな。
日本に大統領はいない。まあ確かにそうやな。今日中にスタジオに持っていくから書き直せへんで。変なこと書くなよ、私が怒られるからな。もしかして、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 お前かよ。ちょっと私の直感が正しければ、確かここの謎解きに使ったやつは確かこの辺にあるんだな。石じゃねえのか。謎解きに使ったやつはどこにあったっけな。もうねえのかな。石じゃねえのか。これ作った場所はどこだ。おうち。よいしょ。これ2回連続先回りされたら積むわな。おう。ふざけんじゃねえ、まったく。なんかあった。錠前は石ころ、なるほど、これか。錠前は石ころで開くよって。おうおお。ほい。うわう。まったく。おうおうおう。そこか。0691。はいはい。人間として最低だ、そりゃそうだ。みんな死んじまえ。 No more mutant ってやつじゃないか。この時初めて人を殺したいと思った。よし、もうすべてつフラグは立ったな。要するにこれやろ。許さない、みんな殺してやる。あれ変わってる。およ。どうしてこんなことを返してしまったのだろう。まあ子供の頃はな、そりゃ純粋だから、そういう鬱屈した気持ちもね、そりゃ持つだろう。純粋だからね。純粋のは、純粋ということはいい面もあり悪い面もある。あのデスノートのあの矢神ライトかって実際は純粋だったんだからな。手にやってはいけない。まあそやな。殺意を抑制してきた。まあそりゃな。抑え込んだ衝動はどこ行った。おや。
抑え込んだ少女はどこ行ったのだろう。ん？いやー、人の念って怖い。そりゃそうだ、普通に考えればな。そのところにいっぱいぬいぐるみが置いてあったりとかな。そんなことするわけないんだよ。そうか、分かったよ、お前の正体。お前は、俺や。そうや、だから話しても、わからんかったんや。このわらき屋根が。ふんふん。うわあ。なんか、ボーカロイド曲であったな。サンセットラブスーサイドって。最後は一緒に死のうで終わるんだな。なんだ、どう転んでもこいつは死ぬんかい？うおうおうおお、早い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 。エンド 3？ ほいほいほい。ねえ、どうあがいても絶望っつうやつか。ありもない奇跡を信じるなら、ほいほい。サンタも20回？ん？ここから先はストーリー解説となります？ほいほいほい。これクリックか。とりあえずエンド2がまだ見てないから、とりあえずこのエンド3が新エンディングってことでええんかな。はじめに、はじめに、ほいほい。それについてですが、詳細は語らない方がいいと思っていました。ほいほい。あ、これ開発室ってやつか。グコスとチンクのストーリーなど語るだけやぼ。まあな。だから、それでですが、今の用意していただいたら、プレイヤーの想像力のお任せした方が無数に説明を考えていただける。常に制限時間がついてまして、なので余計なストーリーなど邪魔なだけ、B級ホラーの黄金のように、踊る。うん。対して理由なく一回作った化け物がいるんですよ。不良いほら、そんな程度でもいい。まあ、それはな、ゲームとしてはそれでいいわな。エンド3もこの際。まあ、これバージョン 1.10 だからな。ほいほい。ふんふん。各種設定、ほい。ほい。タイトル。夜うろつくもの。まあそりゃそうだな。意味はありません。すでに同名のゲームがあったんだ。ベイビーボイス。へぇー。ベイビーボイスの、あれだったんだ。ほいほいほい。生物は名前も聞いていません。ほいほい。ほいほいほい。新たな、上位のエンディングを見るために、下位のエンディングに新たな解釈が加わる仕様となっております。エンド2を見ると、エンド2の展開をもとに、エンド2見てねえし。うわ、まだエンド2見てねえからな。とりあえず、エンド1と、ほいほい。ほいほいほい。犯行動機などは不明です。ほいほいほい。コートの人物で。狩りを楽しんでたいです。まあ、猟奇快楽だね。エンドには見てないから。とりあえず、エンドに、エンド3は、
そうだな。とりあえず、データ2にセーブしておこう。んで、まずは、エンド2を見よう。でも、エンド2を見るためにはだな。あの、隙を作るものを、探さなきゃいけないけど、隙を作るものってなんだ？その隙を作るものがちょっとようわからんので、またあのフォルダに同梱されたネタバレを見てからこれもう一回撮影再開かね。というわけで、今回はここで終わりましょう。それでは皆さん、バルリオス、次回へ続きます。